私、よしみが結婚式を挙げた時の出来事。だいたい全部で150万円でいけそうだね。大丈夫かな？うん、私は全然満足だよ。私たち夫婦はできるだけ結婚式費用にローンとか組まずに安価で済ませようと話していた。とはいえ人生の大イベントの結婚式だし、考えていくうちに妥協もできるだけしたくないという気持ちも出てきた。私がドレスで悩んでいると。こっちの高い方にしなよ。よしみが一番着たいドレス姿を俺も見たいし。と結婚相手のゆうたは気を使ってくれたけど、まずは職場の結婚経験者に聞くことにした。300万以上かかったけど、ご祝儀で結構ペイできたよ。ケチってると後悔するよ。という人もいれば、ご祝儀は当てにしちゃダメ。ローン残って後悔する。という意見も。やっぱ人それぞれなんだな。そんな中、別部署の佐藤さんという、私と同年代ぐらいの女性も今度結婚するという話を聞いた。佐藤さんとは普段あまり話す機会はないけど、せっかくなので相談することに。あら、奇遇ですね。で、予算はどれくらいなの？150万くらいですかね。すると佐藤さんはクスッと笑い、全部で150万ってマジで言ってんの？そんなんでまともな式できるの？私のドレスはオーダーメイドだから、それだけで150万よ。会場は〇〇ホテルで、芸能人御用達だから。と見下されつつひたすら自慢された。佐藤さんの収入は私と大差変わらないだろうし、旦那さんも平均年収程度の会社員だそうだ。ドレス代だけで150万って、それで予算オーバーしないの？予算オーバーなんて気にしてらんないでしょ。安い結婚式なんてありえない。あんたの結婚式は私のドレス以下ってことね。私は腹が立ったので、予算内で最高の式を挙げてやろうと思った。まずドレスに関しては、母が和裁を趣味としていたので相談してみたところ、古い友人の土井さんって人が洋裁をしてるわよ。一度話をしに行ってみる？母に紹介してもらった土井さんに会ってみたところ、プロの洋裁職人だった。プロと知り、高単価を提示されるかと半ば諦め気味に思っていたが、みなちゃんの娘さんなら私の娘も同然よ。この価格で大丈夫よ。と私が提示した予算での制作を快諾してくれた。他にもデザインのこだわりとかも細かく要望に応じてくれた。デザイン重視で、生地の費用はできるだけ抑えたいのですが。そうそう、1回しか着ないんだから重要なのは見た目と満足度よね。と私の価値観にも合わせてくれた。土井さんのご好意により、ドレス問題はクリアできた。次に式の会場を探した結果、最近レストランウェディングを請け負うようになったお店を訪ねることにした。味見を兼ねて食事をしたが、見た目も味も申し分ない店だった。店長にも相談いただき、当日はスタッフが柔軟に対応してくれるとのこと。こうして結婚式費用を極力抑えながらも、夫婦で納得できる式の準備が出来上がっていた。職場で話していると、ケチった結婚式は離婚率高いよ。後で会社の人に結婚式比較されちゃったらごめんね。と、しつこく最後まで言っていた。費用高ければいいってもんじゃないでしょ。迎えた結婚式当日、ドレスはまさに理想そのもの。すごい、なんだか夢みたい。あの料金でここまでやってくれるなんて思わなかったな。レストランは素晴らしい飾り付けをして迎えてくれ、料理はサンプル以上に素晴らしいものばかりだった。ドレスすごい似合ってるね。素敵よ。ありがとう。料理も綺麗で美味しいし、いいとこ見つけたね。今度私も使わせてもらおうかしら。参加者の方はみんな満足していて、一生の思い出に残る最高の結婚式を挙げることができた。結婚式後はしばらく有給をいただいて新婚旅行などに行っていた。久々に出社してお土産を配って回っていたところ、あんただけいい思いしやがって、すれ違いざまにボソッと佐藤さんに言われた。佐藤さんも数日前に結婚式だったはずだけど、顔からして何かあったようだ。話によると、佐藤さんは夫にまともに相談せず、高予算で段取りした結果、当日大喧嘩になったらしい。こんな予算、聞いてないぞ。私に任せるって言ってたでしょ。結婚式はピリピリした雰囲気で、祝福どころじゃなかったようで、今でも仲直りできず、新婚旅行どころじゃないようだ。理想ばっか求めすぎて、計画的にやらなかった結果だろう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。